山に行く時のカバンです。カバン、ザックはい、いろんな道具がここに置いてあります。これはもう山に行くときワンセットです。携帯トイレとかエマージェンシーシート、エマージェンシーシートそれからヘッドライト、その他もろもろ、絆創膏とかそれから方位磁石とかあとお守りも入ってます。入れますで、あとだいぶ袋がボロボロになっちゃった。これはライターとか、あとちっちゃい火を、私は出先でお湯を沸かしてご飯食べることが多いんですけど、火をつける時の道具ワンセットです。カバンに入れっぱなしにしないで毎回戻してる理由は、その時によってカバンの大きさを変えることもありますし、で、毎回入れ替えることで中身を把握できたりとか、ちょっと数が足りなくなっているものを補充したりとかっていうのができるので、毎回カバンは空っぽにしてますそうだな、入っちゃダメだよ。猫って本当にカバンとかが好きですよね。すぐ入るよね。じゃーん。入るよね。爪を取らないでほしいんだけどな。入るのはいいけど。上から見るとカバンがガサガサ動いています。静かになった。カバンの中には猫がいました。出た。チェキがいてた。あ、出た。なんかパターンになってるかもしれませんが、何かをしててもついつい猫と遊んでしまいます。それでは。